はい、こんにちは、ブルーホースです。今日もデッドライブやっていきましょう。パート4ですね。さあ今日はマーカス正解、ピンポンピンポンピンポン。あ、なるほど、チャプター2で買った、また次と豪邸に住んでらっしゃるんですね。おかえりなさい、マーカス。まあ、マーカスといえばね、やっぱりあの T ウイルス、前回のバイオハザードのネタに絡ませすぎだって言って編集さんに怒られちゃいましたんで、今日は封印します。すげえ、ザ金持ちやん。品物を置く。はい、自分を見ます。すごいなあ。あ、なんだったっけ、あのあれあれ、あのあれ思い出せない。なんだっけ、あのディズニーシーのさ、なんか上下するやつ、なんとかウィキじゃなくて、あのなんかとりあえずそれを手に入れたがゆえに、あの死んじゃったっていうパターンのやつ。あ、服かけた。なんかいましたよね、なんだったっけな、タワーオブテラーのさ、 いるじゃん。開ける、開けていいのかな、これ開けて出てこない。またあんた勝手に開けてとか言って、あ、解放する。あ、潰さない、大丈夫。 A つける、つける、何をつけたのか。これももしかして、あ、鳥までデトロイトじゃなくてアンドロイド。おー、なるほどね。で、いろいろと、何するんだったっけ。カールの世話をする。2階でカールを起こす。カール、これにつけてもおやつはか。なんかまあいろいろ見て回りましょうか。またなんか調べられるところがあれば面白いんですけど、中には、いやー広いなー、すげーなー。やっぱアンドロイドってなんかね、4000何百ドルとかって言ってた。キリン飼ってるよ。動物が好きなのかな。これは、あ、読む、これを読むために生きてますからね。北陸じゃない、北極。ロシアが欲しがる理由とは、ボーナス制度、銀行家が高年収なわけ、ウォーレン大統領とサイバーライフの近すぎる関係。氷に覆われた宝、シリウムの合成に使用される貴重な鉱石が北極の氷床から発見されて以来、ロシアは露骨に北極への関心を高めている。アメリカでもロシアでもアンドロイド産業が国内経済を占める重要性が、まあ、日増しに大きくなっている。だがこれは単に GDP だけの問題ではない。シリウムの余剰備蓄があれば、より高度なアンドロイドモデルの研究を行うことができ、結果として軍事産業でも民間産業でも生産性が飛躍的に向上することが可能性が高まる。これに加えて地域の戦略的重要性が緊張に拍車をかける。北極圏ではノルウェーとデンマーク、グリーンランドでロシアと欧州が隣接しており、さらにはカナダも加わるため、状況の平和的解決は望み薄だろう。だが NATO を国際安定委員 NCIS の委員長であるニーナ・シモンズは楽観的だ。両国は安定した生産的な北極圏を必要としている。紛争で得する者はいない。ウォーレン大統領は最近この意見に反論した。単純です、ロシアは北極圏に何の利権、権利もありません。クレムリンがこれを理解できないなら理解させるまでです。結局勃発してるんですね。20年近く経った今でも仲が悪いと。衛星タイタンに生命体、おー、ささっと読んでいきましょう。地球外生命の可能性は、タイタンの表面にメタン水和物がっていいのかな、含まれていることを証明するため、19年前に宇宙へ旅立ったダーウィン探査機が海面から何百キロも潜った場所にある分厚い氷の層に微生物の存在を確認した。同じく木星の衛星であるエンケラドスで類似の微生物が発見されて以来、地球外にも生命体が多数存在するという見方が次第に強まっている。NASA のスポークスマンは今回の発見について、一連の発見が他の惑星にも生命体が存在することを示唆するとし、我々アンドロイド E オブ調査隊は地球外生物発見を目的とする宇宙遠征のほんの一例であると述べた。サイバーライフ社はヒューマン化部門部長のジェイソン・グラフ氏が、はサイバーライフの宇宙飛行士型アンドロイドは今回のような長距離ミッションで機能するよう設計されており、有人飛行の最前線でサイバーライフのアンドロイドが活躍できることを誇りに思っていると述べ、NASA との協力体制を発表した。ついに生命体がね、地球以外でも発見されたと。よう、ジラフ、元気？ウィ。もう、
なんかどこから突っ込めばいいのかっていうのがね、まあ、す。ここマダガスカルくらいしかネタがわからないんだよね。チェスかな。あと3手でチェックメイト。おお、どれがポーンでどれがナイトとか全然わからないね。わあ、なんかいろいろ見て回るようなところが多そうな気がしてきたな。わあ、なんかさ、ちょっとこれはセンスないよね。なんなんだろうな、生物学者なのかな。てかこんなのんびり見ててもいいもんだな。もうザ・金持ちっていう感じがするね。家も自動ドアだしさ、ここはあの玄関も全然、まあ2階に行って、おお、何、特に何かあるわけじゃなさげですね。まさかピアノ弾けたりする。ブンペンいいじょう竹本ピア。おお、まだまだあるね。でここ、おおおおおおお、すげえ、アトリエ的な感じか。片付けましょう、ご主人様が帰ってくる前に。いや片付けるというよりは移動させただけでしたけどね。登れないかな、さすがに登れないか。なんかいいね、夢広がるね。まあ、こういう家に住みたいかっていうと掃除が大変だから、まあいいんですけど、まあでもちょっと憧れはあるよね、こういう広い家に住むのっていうのは。まあメイドさんをね雇えるくらいの稼ぎになったらやりましょう。からつけるって出たね。あれでもこれ今までさ、なんかいろいろとさ、なんだろう、こういうアクションを行ったら何々が解放されました的なパターンがあったけど、今回まだ1個も出ないね。何なんだろうな、美術館でも経営してる人なのかな。美術ってわかんねえんだよな。上行きましょうか。これ この階段からは行けたりはしない。まず階段、ちょっと待ってこの階段ってさ、登るための仕様になってないよね、どう考えても無理じゃない。まあ子供っぽいね。なんかこの広場見てるとあれだね、あの真ん中にトリケラトプスはいないけど、ジュラシックパークじゃないや、ジュラシックワールド、炎の王国のね感じがしますね。まあ動物なんだけど、おっ、これを見れる。これは何、チュッチュッができる、チュッチュッチュッ。まあいいや、とりあえずあのカールを起こしに行かなくちゃいけないっぽいんでね、あのカールを起こしに行きましょう。ああ、こういうね、ちゃんとね、一段一段上がってるっていう、こう、仕様の細かさがね、良かったりするよね。これはあれかな、なんか車椅子運ぶ的な。あ、違うな、アトリエを運ぶ、これか、アトリエじゃない、あの、絵を運ぶためのあれですね。まだまともだった頃のピカソの作品みたいな。あ、イクチオサウルスですね、これ。うん、イクチオサウルスやな、あの水生生物のなんかあのお尻に刺さりそうなジラフがいるね。水生生物の一つ、一種ですね。こっち、まあ、ちょっとまあ待てよ、あの一個一個ちょっとゆっくり探索していきましょう。もう調べることが いろいろ多くてね、もうそわそわするね。鹿が6匹で特にないと。あ、虫か。うん。見つめちゃいやー。面白い。わ、なんか、楽しいわ、普通に。なんか家の中散歩するだけでも。おう。いやー、デトロイト楽しいね、マジで。うん。あれ、ちょっと待って、あれ、ちょっと待って。急にコントローラーが、ああ、持った。カーテンを開ける。カールが寝て、ああ、そういうことね。なるほど。介護用ロボットなのか、もしかして。カーテン開けましょう。しゃ。うわー、うまっ。おー、入れ墨だらけの。Good morning, Carl.
タトゥーやん。It's 10 a.m. The weather is partly cloudy, 54 degrees, 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. I did go to pick up the paint that you ordered. Oh, yes, I've forgotten. That is the difference between you and me, right, Marcus? You never forget anything. あれ?急に幽閉されたんだけど、まあいいや。じゃあ手に取りましょう。お注射天使リリーよ。カチャ。Show me your arm, please, じゃあ腕を出して。No, Carl. MDMA 打ちましょう。Thank you. 絶対やったらあかんけどな、そんなことした。I just opened my eyes and I'm already gritting. そうそう、歯を食いしばれてるか。歯食いしばれ。でや。Humans are such a fragile machine.いや、人間は機械じゃないです。They break down so quickly. All this effort to keep them going. 人間がなぜ泣くのか分かった。俺には涙を流せ。Hey. そう、涙を流せるか涙を流せないかの差なんだ。Oh, it's nothing. Just some demonstrators in the street, Carl. すげえ、カール。そんなことも気づくんだ。さすが、ご主人様やな。They think they can stop progress by roughing up a few androids. I hope they didn't harm you. Oh, no, no.They just push me around, Carl. どうなんだろうな。てかターミネーターとかだったら自分のどこがこう破損してるかとかバッテリーがどうのこうのっていうのはすごいこう細かく描写とかあるけど、アンドロイドとかっていうのはまあまあね、世界が違うからあれですけど、自分がどの箇所壊れてるかとかっていうのはわかるのかな。わあ、わあ、あ、わあ、お姫様抱っこ。チュー、チュー。ちょっとなんか2人の描写がないの怪しいね。どうなんだろう、このカールっていう人のそのこうなった背景的なのもこう描かれたりするのかな。今はあれですかね、あのお目覚めのお手洗いとかですかね。すごいね、こうなったらもうその人でいらないもんね。あ、でもなんだったっけな、あの誰が話したんだったっけな。Anything special on the agenda today? Yes, there's the opening of your retrospective at the Museum of Modern Art. MDMA を歌った。The gallery director left 4 messages asking to confirm your attendance. あのさ、ご主人様をめちゃくちゃ見やすかった。I haven't decided yet. はい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 。We'll see about that later. Okay. What else? あ、そう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 。Just your usual fan mail. I've already answered.あ、うん、そうだそうだ、あの片付けに関する本を読んでる。 Any news from Leo? なんかその人間ってそのなんだっけな、 no, 年間で150時間の、like. 時間を無駄にしているそうなんですよね。その何かを探したりとかっていうことをする時間で、で、あのその時間があったらね、なんかもっと新しいことができて、例えばその AI に仕事を取られるようなことをあのしなくても済むように新しい仕事を考えたりとか、そういう時間を避けるのに、今その人間が人間らしい仕事ができない、人間じゃないとできないような仕事をアンドロイドとか AI とかに取られてもいいような状況を、まあ、自ら作り出してやるっていう、ね、Bacon and eggs, just the way you like them. Thank you, Mom. You're welcome.はい、食卓に連れて行きました。では、私、ただいまより料理をさせていただきますので、少々お待ちください。カールの世話をする、見せたこと取れた。はい、OK。では、料理、冷蔵庫、じゃあ待って、もうできてるのもしかして。手に取る。ほい。なるほど。ああ、それを、めっちゃ冷めてんじゃない？チンしないの？チンしようよ、せめて。まあ、まあ、あの、熱すぎて食べれないってことがあったら、あれですからね。じゃあ、あの、どうぞ。お待たせいたしました。イチジクでございます。今、イチジクあったね。いいな、なんかアメリカらしいね。何これ？アメリカリベーコン。テレビジョン。テレビジョン。おお、空気を含ませたコーヒー美味しいよ。
ロシアが一方的に宣言。なるほどね。今中国がやっているようなことをロシアが20年後にはやっているわけだ。Why don't you find something to do while I finish my breakfast? Oh, sure. Android の自由って何するんだろうな。朝食を用意しました。朝食出した。カールの世話終わりました。何かやることを見つける。テレビの前でダンス。ティンティンティン。何かやること。何かあったね。これ。これ見る。これを見て。なんか本を取り出すとかできないの。無理か。ちょっと待って、何かやることあった。読む。あ、読める。うわ、めっちゃある。どうしよう。キーツの印。キーツって知らないけど。これ、待って、マジで読む系じゃないよね。おー、来た。一番読みたかったのプラトンなんやけど。Oh, Keats is Odes. It's one of the books he recommended. Keats? So, what do you think? Well, there's a lot of sadness in his poems. Keats was in love. There's nothing like love to make a man feel miserable. One day I won't be here to take care of you anymore. You'll have to protect yourself. Make your choices. Decide who you are. You want to become.This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. Let's go to the studio. Let's go to the studio.ガル、あれ、つかめない。ガル、行きましょう。あ、なるほどな。確かに、このつかみ口だったら、操作しやすいかもしれないね。これ、なのかな。ここに、あ、違うな。あ、勝手にやってくれてる。あ、で、ここでロボットが、で、絵を描かせてくれると。おー。すごっ。Let's see where we left off. Remove the sheet. すげえ、かっこいい。テンション上がる。おお。ああ、なんかいろいろそのこのカールさんのあの映像が浮かんでくるね。これが生涯最後の作品なんだみたいな気持ちで書いてるとかそんな感じがして。来なくもないよね。まあ、美術家ってすごいよね。まあ、美術家じゃない、芸術家か。この首が離れてる女性が気になるな。掃除をするって書いてあったね。スタジオを掃除する。他に掃除する。あれ、さっき掃除したよね。もしかして掃除し忘れてる場所があったとか。これは、洗わない。特になし。他は掃除するところは？かっこいい。すごっ。おお。あれ？あ、ちょっと待って、掃除しなかったけどいい？掃除はもう2箇所終わってるから、いや、もしかして先回しでやっちゃった。あ、顔だ。大きい顔だ、これ。あ、しれっと乗ってる。さあ、意見を出してくれ。ちょっと待ってね。あ、もう好き。Yes, there is something about it. 大好き。かっこいい。まずあの青が貴重になってるのが好き。Quite define. そうそう。ただ同じ。好きなんだけど、わからない。The truth is, I have nothing left to say anymore. わからない。Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. すがりつくものがあるだけで人生すごく幸せだと思いますよ。すがりつこうと思わない。But enough about me. Let's see if you have any talent. Give it a try. Paint something. Paint? But what? Painting what? Anything you want. All 3だったんです。Give it a try. ずっと3だったんだけどいいのかな。いやー、やめといた方がいい気がしますよ。おー、強制。うわー、手に取っちゃった。
操作してるな、僕ね。さあ、書いてみようか。銅像を描く、机を描く、それから書く題材を決める。あ、ちょっと待って、カール書きたいんやけど。あ、これ書く。 A。 お、あ、これあれかな、なんかあの書くスピードコマンドをミスったらもうなんか絵がとんでもないことになるのかな。これでもカールの絵を再現してしまったら、カールの絵を再現してしまったら、The painting is not about replicating the world. It's about interpreting and proving on it. Showing something you see. いやもう、いや、カール素晴らしい人ですね。Carl, I don't think I can do that. It's not in my program. I... Go on, go. Try it. Grab that canvas. キャンパスを使って。なるほど。今度は方法じゃなくて自分で思い浮かぶような絵を描きなさいってことね。題材どうすっかな。Do something for me. Close your eyes. Close your eyes. 目を閉じます。Trust me. 瞳を閉じ。Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel. And let your hand drift across the canvas. なるほど。気の向くままに絵を。やばい。バッテリー切れるんじゃないのこれ。アイデンティティがない、絶望を描いてる。ムンクの叫びみたいなのが出来上がるんですよ。ちょちょ、かっこいい。なんか芸術家って感じする。おらら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 、さらさら、これマジで目をつむったまま描いてどの作品が出来上がる。ワクワク、そうそう、ざわ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 。Hey, Dad. Ah, やっぱり。Leo. Leo, 金よこせよって。I didn't hear you come in. No, I was in the neighborhood. I thought I'd stop by. あ、じゃあ、意外と仲良かった。It's been a while, right? いや、でも金の無心とかしにくそうだな。You don't look so good. Oh, yeah, yeah, I'm fine. いや、酔ってるな。あ、ほら、やっぱり。来た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 。Again? またか。あ、やっぱりな。What happened to the money I just gave you?It just goes, you know? Yeah, you are not right, aren't you? No! No, no, I swear it's not that. Don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash, that's all. Sorry. The answer is no. What? Why? You know why. Yeah, yeah, I think I do know why. So this.私を買うお金で you'd rather take care of your plastic toy here than your own son, right? 絶望かっこいいな。 Tell me, Dad, what's it got that I don't? Smarter? More obedient? Not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine! Leo, that's enough! Enough!You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings.違う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 、あのね、You've never loved anyone. You never loved me, Dad. まあ確かに何もないところから生まれませんからな。まあ、息子のせいで絶望するして、なんだろうな、それを言うんだったら、親父のことを愛してるんだったら、あの親父の金を無心しに来るっていうことはまずないと思うんですよね。逆に困ってないかっていうことを言わせるくらいがむしゃらなところを見せなくちゃいけないと息子は思うんですよねって言って、まあ、あの僕はまだまだ息子の立場なんですけどね。あ、終わっちゃった。はい、これあんまり解放できてない気がする。うん、ああ意外と出た。レオが金の無心をしてきた。あ、でこれであれか、その最後にどの絵を描くかによっていろいろと解放ルートが変わってくるってとこですね。アンドロイドなのか人間なのかっていうとこですね。絶望。うん、でああやっぱ、ああしまった、本を読む以外にもやっぱいろいろあったんだ。ああしまったな、あのプラトンの国家読みたかった。
国会見たかった。あ、でも結構解放できてるっぽいっすね。うん。まあいろいろとルートがあって面白いなと思いますね。こんな感じでよろしかったでしょうか。面白かった。うん。あの編集さんが良かったねって言ってくれたんで、それも良かったです。ということでね、金を無心してきたレオとカール、そしてマーカスがですね、これからまたどんな展開を広げていくのか、まあそもそもこの続きがあるのかどうか気になるところではあるんですけれども、また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。